はい、皆さんこんにちは。ゆなです。たかです。ティブログです。今日は子供について話していきたいと思います。コメントでもよく聞かれることだよね。いつ子供作りますか？まだ子供作らないんですか？いろんな質問をいただくので、今日は動画でまとめて答えていきたいと思います。はい、まず一番よく来る質問は、いつ子供を欲しいと思ってますか？あいつ作りますか？この質問一番多いです。自分が子供の時とか、何歳の時に子供が欲しいと思ってましたか？私？うん、いらないよ。そうだよね、レナ。そうだ、レナは子供いらないってずっと言ってたんだ。いなくてもいいんじゃない？二人でも幸せになれると思うよ。より自由だし、うん、いろんな子供が作らないことによっていいこともあるから、うん、もう家族全員が絶対に子供が必要とは思わない。子供を作って幸せになろうっていう人もいれば、別に夫婦で幸せだったら子供いらないじゃんっていう人もいると思うしね、うん、ちなみに俺は子供の頃、だいたい30歳前ぐらいに子供が欲しいなと思ってました。子供は考えたかもしれないけど、あんなに素敵な嫁ができるとは思ってなかったよね。何の話ですか急に。付き合う前の時にどういう人と結婚するかは、うん、何を考えてた？俺大学生の時に、多分自分は海外の人と結婚するだろうなと思ってた。日本人と合わないからね。北朝鮮のスパイだからね。その通りです。はい、日本人に合わない。無理だもんね。はい、無理です。ネラはちなみに子供の前にどういう人と付き合って結婚すると思ってましたか？まあこんな素敵な人と付き合えるとは思ってなかったろうと思うけどね。かっこよくて優しい人、うん、あ、まさにまさにこれ。はい、ということでちょっと本題に戻りますけど、はい、もう31歳ですからお互い。だからもう産むとしたらそろそろ産まないとって感じます、うん、その通りよ。どんどん自分たち体力なくなってるからね。もし子供作るとしたら35ぐらいまでには欲しいよね。じゃないと体力持たないよ、うん、遅ければ遅いほど子供の数も限られるよね。うん、何人欲しいの？子供？うん、ティーン。1人。それはない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 。ちなみに僕2人兄弟でしょ。お兄ちゃんと僕2人兄弟、うん、私も2人兄弟で。そうだね。何人欲しいかっていうとゼロ。うん、でもゼロじゃなければ2人、1はない。あ、真ん中の1なし。なし。なぜ？一人っ子が良くないなと思う。すごい可愛がって、うん、すごいお坊ちゃまになってしまいますので。子供同士で学び合うっていうのは絶対あるもんね。そう、僕のお兄ちゃんめちゃめちゃ優しいんですよ。でも小学校の時は多分たまに喧嘩とかしてたと思うよ、うん、でも中学校高校に入って喧嘩は本当になくなったし、天使のようなお兄ちゃんなので。そうだよ。まあ、レナのお兄ちゃんもそうだもんね。どこが優しいの？俺にはめちゃくちゃ優しいよ。大変だったよ、子供の頃。だからそういう意味で言うと一人っ子の方がいいかもよ。 No! 喧嘩はない。 No 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 no。 ゼロか二人ですか？ゼロか二人か。では二人ですね。二人っていう話出たけど、はい、次の質問は、はい、男の子、女の子どっちが欲しいですか？女の子が欲しい。自分が女だからね。じゃあタカが男ってこと？俺はどっちでもいい。可愛くて素直で、素直が一番大事かな。俺みたいにひん曲がったやつが生まれてきたら大変だしね。タカみたいにすごい頭のでかい女性が生まれたらどうするのかなと。大事故ですよ。だから男の子だったら、まあ俺に似てもいいと思うよ。体格もまあまあ大きいし。いいよ別に。女の子だったら、まあ、レナの顔のちっちゃさとか欲しいよね。男の子で俺の体格でレナの顔のちっちゃさとか言ったらモデルになれるかもしれないしね。だから子供はまあ男の子でも女の子でも誰でもウェルカムですよ、うん、素直が一番大事、はい、素直な子が生まれればはい、ベリーグッド。ちなみにその女の子か男の子の名前とか考えたりした？うん、考えてるよ。過去の動画で見たかもしれないけど、タカの名前の案がすごくおかしいよ。まず女の子だったらタカ子。でしょ。どう思う？やばくないですか？なんでなんで、可愛いじゃんタカ子ちゃん。男の子は？タカノスケ。かっこいいじゃないですか。子供ってすごく難しくて、そう、まあ、日本で育てるか、まあ、ドイツに行くか分かんないじゃないですか。だからどっちの国でも呼びやすい名前が、ね、まあ、ベストだよね。そうで、そこが難しいところで、うん、女性だったら、うん、いっぱいいっぱい名前がありますよ。あ、そうなの？リサとかサラとかエマとかクリスチャンとか。はぁ？
日本じゃ無理か。今女性の名前って言ってる。ちなみに今の候補はエマが大好き、まあ、でもエマめちゃめちゃ増えてきたよ最近。日本人の中でエマという子供が結構多い。今増えてないのは何か分かる？今増えてないのが何？タカコ。タカコいいんじゃない？増えてないと思う。男の子は？男の子は一つの名前しかないよ。ケン。おお、ケンね。日本語でもいける、海外でもいける。レオとかもあるよ。レオがいい。うん、レオにしよう。レオ、レオが可愛い。確かに今可愛い。よかったね。続いて多い質問が、はい、子供を産むとしたらどこで産みますか、はい、日本ですか、ドイツですか。難しいよね。どこで産みますか。今のところは日本で産んでもいいと思うよ。うん、なぜかというとここに住んでるから。日本に里帰りがあるでしょ。その文化がドイツにない。あ、里帰り文化ないの。ない。じゃあ本当に旦那さんと奥さんはスパルタで2人で育てるってこと。そうだよ。なんで里帰りで助けてあげないんだろうね。日本だとそっか、2人でやんなきゃいけないことだから、うん、2人で里帰りができるわけでもないでしょ。まあどっちか働いてたらまず難しいしね。でしょ。まあだから日本だと男性がまあ働くケースの方が未だに多いじゃん。だから子育てするのは大変だから里帰りして最初の3ヶ月4ヶ月の大変のタイミングは両親に手伝ってもらって育てるっていうのが日本の文化なのかな。理由がわかるけど絶対に嫌だ。え、タカが育てようとしないんだ。育てるよ。そっか、ドイツだと日本との違いで子供を産んだ時に、まあ、男性も女性も育休をほぼ取るのが多いんじゃない。ほぼ取る。責任というか、うん、その嫁がやるよみたいな感覚じゃなくて、うん、もう夜中に起きて、うん、ミルクあげるとか、うん、それも男性がやるとか、おむつを変えるとか、うん、全部こう平等でやる文化なので、うん、今はどんどん日本でも育休取る人もだんだん男性でも増えてきて、まあ、生まれた時に2ヶ月3ヶ月取るっていう人も俺の周りでも何人もいるし、男性が最初からちゃんと子育てに 50-50 で関わっていきますっていうのはスタンダードになってきてるかもね、日本で。タカはどうしたい？俺？はい、もちろん育てたい。オッケー。レナに任せるとどうなるか分かりませんので。やば。だから僕今サラリーマンやってますけど、はい、子供生まれたら確実に育休は取りますよ。ここの近くの病院で生まれて、うん、ここの家で育てるっていう、うん、いや、それは分かんない。あくまで育休は取って2人で育てるけど里帰りしてもいいかなと思ってる。みんなで育てればいいじゃん。お父さんとお母さん、お父さんとお母さんね、お母さん、お父さん、お父さんとお母さんかだけで子供を育てる必要はないと思ってて、だからいろんな人のサポートを受けながら育てればいいわけじゃん。なので子供が生まれたら2人で育てる。うーん、じゃあ日本で産むとして、はい、その後子供をどこで育てますかっていうのも質問でよくある。日本で育てます？ドイツで育てます？難しいところだ ね。難しいよね。どこで育てるか。小学校レベルまで、うん、日本でもいいかなと思ったんだけど、でそこからドイツに行く。なぜかというと日本の中学高校の教え方があんまり好きじゃない、うん、日本の学校通ってましたっけ。通ってない。でも暗記ばっかりで。ああ、それはよく言われるよね、うん、でも海外は海外でドイツはまた難しいよね、はい。小学校卒業したぐらいで3つに分かれるじゃん進路が、うん、その大学を目指してものすごい勉強するコースと、うん、あとは専門学校を目指すような、うん、コースと、あとは学校をもう終えて働き始めましょうっていう、うん、まあ、職業訓練を受けるようなコース、はいはいはい、この3つをドイツの場合は小学生4年生で選ばなきゃいけない、うん、それが日本の教育とドイツの教育で全然違うとこだよ。でもなんか変えたりすることができるから大丈夫。だからひとまず小学生ぐらいは日本で例えば育てて、うん、中学校上がるタイミングで選択をさせてあげればいいんじゃない。ドイツでこの後中学校高校過ごしたらこういう可能性があるよと、うんうん、日本で続けたらこういう可能性があるよと。お前はどっちがいい。やば。まあだから子供に決めさせてあげるのが一番いいよ、うん、いろんな可能性を示して、ね、はい。でもその学校の話の前にこの子供を
ドイツ語か日本語か英語か何を教えるかを決めなきゃいけないよね。ドイツ語と日本語は子供に確実に話してもらいたいから、うん、まあ、ここのバイリンガルになってもらうっていうのは目指してほしいよね、子供に。何が大事か分かる？ここで生まれ育ちたいなら、タカがドイツ語をちゃんと勉強して、この間でドイツ語を喋らないと勉強にならないと思う。まあでもそれは別にレナが教えればいいんじゃない？ドイツ語はね。それ難しいよ。難しいの？難しいよ。ちなみにさ、日本で子供を育てるっていう話をずっとしてるじゃん。はい。まあ日本で子供を育てたら、どれぐらいの頻度でドイツに帰りたいか。年2回ぐらいは帰りたいな。子供の夏休みに合わせて、夏休みと冬休みにドイツに行くとかでもいいじゃん。6歳からでしょ。6歳から。だからその前は自由でしょ。その前はもう何でもいい。まあだから年2回ぐらいって感じかな。行けたらな。あとは子供が男の子か女の子かにもよるけど、よく質問で来るのは、子供に習い事は習わせますか、どうしますか。ちなみにレナ社長、ちっちゃい頃何か習ってましたか？ダンス。あれです。ダンス習った結果が何を言いたいの。タカは何をしたの？小学校の時はスイミングと習字。その割になんか何を言いたいの。この子供に何習わせたいですか？ピアノ。あ、ピアノいいね。でも本当はこれをやりなさいみたいな親になりたくないから、うん、こういう無限大の世界の中で何を習いたいんですかって聞いた上で、なんか好きなものを見つけてほしい。とりあえずなんかいろいろ体験入学させてみて、楽しいって思ったものをやってもらえればいいかな。そうだね。だからなんかこれを絶対にやってほしいとかはないと思う。うん、そう。あ、スノーボード以外、ね、スノーボード以外。スノーボードは、まあ、親子で一緒にやりたいから子供もやってほしいかな。ちなみに子供に何と呼ばれたいの？子供に？お父さん？パパ？お父さん、パパ、ダディ、ゴッド。どう？パパじゃない？パパ？うん。タカはお父さんに何て呼ぶの？お父。ああ。で、お母さん、おか、おか。これは名古屋弁なのか、田舎もんだからこんな感じなのか。そうなの？わかんないけど。なんて呼んでる？レナは。ママ、パパ。あ、やっぱそうなんだ、うん、でも日本だとママ、パパもありだけど、子供が中学校、高校になった時に、ママ、パパって呼ぶのはちょっと子供っぽいじゃん。ドイツは多分そういうのないけど、保育園とか小学校のうちに子供が両親のことをパパ、ママって呼んでるのはいいけど、高校生とか大学生になってパパ、ママって自分の親のこと呼んでたら、ちょっとなんか、んって違和感が感じちゃう。なんかドイツは意外とティーンエイジャーになったら、うん、その14歳とかで、うん、ママ、パパを呼びたくないから名前を呼ぶ人とかもいたりするけど、ママ、パパかな。ママ、パパ、ね、最初の方は。はい。そのうち別に名前で呼ばれてもいいし、まあお父さん、お母さんでもいいし、お父、お母でもいいし。田舎も何でもいいです。何やろ、健康とんけ、こら。ということで、今日この動画で視聴者の皆さんからいただいた子供に関する質問答えていきましたけど、結論、はい、子供はいつ作るのか。うーん、とりあえず今年はまだ、今年はまだですかね。近いうちには、さっき言ったみたいにレナは2人欲しいと思ってて、はい、まあ、今31歳ですから、はい、35歳ぐらいまでには欲しいですよね。2人がいた方がいいかなとは思って考えると、まあ、来年ぐらいには1人目が授かってくれれば、それはそれで幸せかなと。ただ今は作ろうとはしてないと、はい、いうところですかね。そうだね、現時点では。はい。ちなみにこれ今日答えてない質問とかがありましたら、ぜひコメント欄で書いてください。この動画が楽しかったでしょうか。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。